お正月に購入、商品開封、駿河屋。どうも、こんにちは、ちいさんです。元気してますか？仕事頑張ってますか？学校頑張ってますか？ちいさんもね。あれ、これじゃねえし、ゲーム持ってこいし、こんなのはね、みんな期待してないんだしとおっしゃってますがね、すでにちいさんはね、こんなに持っているんです。まあ、もうすでにコレクターなんですもうね、大好きなね、このお菓子をね、開けながら今日もやっていきますよ。色はね、この2つだと、48種類あるんだと、ちいさんが言っとります。大好きなんじゃん。何それ。微妙でしょ。微妙じゃないですか、ちいさん。ダメです。ダメです。皆さんが離れていきます。ん？近寄ってもダメです。ああ、ちいさんでーすって言ってます。それで行くんですか？やばくないですか？大丈夫ですか？いける？あ、いけるって言ってます。はい。お願いします。今日、駿河屋でございます。ダメだ。つまる。欲しいものが見つかった駿河屋でございます。とね、ちいさんも言っております。死んだ目してる。CR エヴァンゲリオン、始まりの副音ですね。激アツパチゲー魂限定版です。購入価格500円ですね。ネット価格だと700円ぐらいします。さあ、限定版全部揃ってるんですかね。中身が。いろいろ入ってるんですよ。あ、元は1600円だったんですね。値下げしてます。さあ、この直接貼られたシール、皆さんはどう剥がしてますか？いかがお過ごしですか？私は、ジッポーオイルです。今日も、ジッポーオイルです。これね、乾くまで塗って待っときゃいいんですけど、塗って待っとけばね、大丈夫です。さあ、車の内張り剥がすやつでね、今日も開けていきます。さあ、どうだ？お！未開封か？あ、やった！カード未開封です。おー、どうですか？カード未開封ですよ。どうでもいいって。あと何が入ってんだっけ？あー、なんか、シンクロクリアーカードとか入ってるね。ほうほう。まずどれから開きます？こちらも未開封なのかなと思ったら、下がね、開いてました。これもう一回入れたのかな？これ取れないんだけど。それとも、下だけ開けて、もういいやーってなったのかな？疲れたしーって。もうお腹減ったし、肉まんでも食べたいし、まあ、いっかーってなったのかな？その可能性大ですね。88% その可能性です。さあ、中はどうだ？全然ね、触った形跡がないです。ポテチのね、油脂分でついた指紋もついてないです。綺麗ですね。パチンコゲームですね、これね。外さないと言ってます。気に入ったみたいです。傷はないと。それ、してても平気なんですね。
死んだ目しててもちゃんと鑑定できるんですね。じゃあこっち行きましょうか。シンクロクリアカードかな。これも未開封です。さあ今日はね、開けていきますよ。お正月過ぎましたからね。関係ないか。さあ、中身見たいですからね、皆さんね。開封していきます。さあ、何が入ってるんだ。お、セルガみたい。ね。こうやってあれするんだね。3人並べてもよかったけど。他に使い道はなんかあんのかな。ほぼまあセルガみたいに使えばいいのか。あとはあれですね、使い道としてはこういうふうにね、入れ墨ですね。どれがいいですかね。ゴムの跡、大丈夫ですか？めり込んでますけど。あ、これもいいですね。小さい入れ墨しますか。なかなかいいんじゃないですか、これ。まあ、もはや開封してしまいましたんでね。価値は激減でしょうけど。これね、500円で買えるならいいよね。あ、これパチンコ台ですね。結構、この台にね、貯金してます。下ろせないんだよな、貯金。ね。そう、これね、頭から入れた方がいいんだよね。まあ頭から入ってたもんね。さあまずはこちらでございました、パチンコフィギュア。次はこれは何号機？わかんないんだよな。エヴァ、詳しい人コメントください。紫が何号機で、シルバーというか白っぽいのが何号機か。足長いよね。顔ちっちゃいよね。10頭身ぐらいかな。モデル体型のエヴァでした。さあ次ですね。こちらはどうなんだ。これエヴァっていうんじゃないのかな。これ総称してエヴァンゲリオンっていうんじゃないんだっけ。そこも分かってないんだよな。これ教えてください。これ何か、エヴァのゲームはね、少しやったりしてるんだけどね、ちょっと未だにね、分かんないんですよ。じゃあこれ開けてみましょう。もうね、今日開けていきます。55種類。55種類集める人いるのかな。これはなんかひどくない。もうちょっと入ってていいよね。55枚入っててもいいぐらいだよね。こんな感じです。なんだろう、ほぼノーマルカードです。すっごいね、雑なカードが入ってますこれ。なんだろう、あのね、トレーディングカードのレベルじゃないです。あのね、なんて言うんだろうな、昔のね、プロ野球チップスみたいな感じ。こう昔の感じ、なんだろう、すごいんだよね。なんていう、紙感が。なんていうんだろう、光沢もあまりないしさ。
すべすべ感もないしさ、不思議な感じでございます。まあ一応ね、私はこういうのね、スレーブに入れときます。スレーブじゃないな、スリーブに入れときますね。これも一応ね入れときます。意味があるのか分かんないですが、月刊エヴァ編、違う、エヴァ服、エヴァ服ってなんだ、待ってんの、月刊エヴァ服、まあ、というわけで、1本目がこんな感じでございました。ちょっとね編集しててね思ったんだけどね、小さな茶番が長すぎてね、ちょっと動画長くなりますお付き合いくださいね、もう少しの我慢ですよ、ね、皆さん耐えてくださいさすがに撮りましょうよ、ダメ、お腹が痛くなるから。じゃあせめてこれで、せめて所ジョージ風で、それで許してくださいね、所ジョージで許してください。次がね、ロリポップチェーンソーバレンタインエディションですね。このゲームね結構好きなんですよ。好きって言ってもね、まだ 1,2 回しかやってないんですけど、結構面白かったんでね気に入ってるんです。2400円でね買えたのはね、ちょっと安かったと思います。このねバレンタインエディションにはね、このディスクがついてるんです、付録のね。さあちょっと詳しく見ていきますけど、チェーンソーでねゾンビをねバッタバッタ倒していくゲームなんですよ。あ、入ってないと思ったでしょ。大丈夫です、ちゃんとね、別でいただいております。これごともらっちゃったけど良かったのかね傷ないですね。Cさんも大丈夫だって言ってます。いや、所ジョージも大丈夫だって言ってます。よかった。でこちらが、なんか DVD がついてるんですよ。こちらがね2枚組なんですね。でまずどっちだ、この2つ入ってんのか。どうか受け取ってくださいと私のすべてを見せてあげるっていうのが入ってるんだね。インストール方法とかあるね。あ、一つは Windows で動くなんかツールなんですね、カレンダーとか。あと漫画がついてます。この漫画の絵がさ結構よく描けてんだよな、好きな絵なんだよなプロモーションムービーとかが入ってるんだね。あ、この人ジュリエットって言うんだ、この女の人。じゃあこちら入れていってみましょう。傷鑑定士ちいさん大丈夫だって言ってます。さすが4級ですね4級って低くない？誰も突っ込んでくれないけどね。そう、誰か突っ込んでくれないかな、4級低くねって大丈夫だって言ってます。さあカチッと。このケースはね締めやすいし取りやすい、いい感じでございます。どっちがどっちのディスクなんだろう。あ、ここに書いてあるハッピーバレンタインディスクはこっちだ。でこっちがプレミアムムービーディスクってことなんだね。
へー、今度見てみよう。いかがですか、ロリポップチェーンソーね。なんだろう、ペロペロキャンディーのようにね、チェーンソーを操るってことなのかな。いやー、いいですね、この四角いやつ。ここになんかペンでも入ってればいいのにね。さあ次でございます。これで最後ですよ、皆さん我慢してくださいね。さあ次です、プレイステーション用ボリュームコントローラーですね。購入価格1500円、ネット価格1600円ぐらいで売ってます。これね、箱が備品だったんでね、買ってきました。持ってなかったし、欲しかったんですよね。ただ欲しかったと言っても、これ対応してるゲームが何か持ってたかどうかが重要なんですけど、何がいいかね。アルカノイドとかできるかな、あったかな、アルカノイドとか。対応してるゲームね、持ってるかどうかわかんないんですが、一応ね、持ってた時のために。で、後ろがね、こういう風にシールの汚れがついてるだけで、箱は綺麗だったんだね。ここはね、またジッポーオイルでございます。箱潰れてるね。まああまり備品とは言えないけど、当時物にしてはまあいい方かな。ちょっと内張り剥がすやつでね、開けていきます。さあ中がどうかだよな。どうだ、あ、結構綺麗。へー、あ、結構しっかりしてるものなんだね。おもちゃ感があまりない。アビリティクリーンでございます。皆さん、アビリティクリーンがね、気になった場合は概要欄をね、ご確認ください。アビリティクリーンのね、アマゾンへのリンクを貼ってあります。何の動画なんだよ。全然アビリティクリーンとね、この動画関係ないんですけどね。広報の方見てます？クニさん、こんなに宣伝してますよ。でね、ちょっと劣化がし始めてる気がしたんでね、シリコンスプレーかけときました。ケーブルがちょっとね、ベトつく感じがするんだよな。前からかもしれないけど、こうしとくとね、さらりとするんで、もうさらりとした梅酒の状態です。どうですか、家のガラス割れませんでしたか、私のね、すごい歌声でね。被害が出ても知りません。というわけで、バイバイって言ってます。お疲れっす、じいさん。でさ、このシール剥がせるかどうかね、ここからは大人の時間です。良い子はね、ここから先は見ないでくださいね。シール剥がしていくんで、ここから先はね、大人の時間として、見てくださいね。さあ、綺麗になるでしょ、ほら、シミもないでしょ。すごいんだよ、ジッポーオイル。で、ここなんかもさ、プルンと剥がれるんだよね。ほら、いいでしょ。というわけでね、長い動画になりましたが、見てくださってありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。ライブなんかもやってるんでね、チャンネル登録してみてね。バイバイ。